さあ、マスタークラス大会なんですけど、せっかくモンスターマスターになったんで、一回ちょっと覗いてみようかなと思ってます。最強モンスターマスター決定戦。まあ、言っちゃえば魔物使いと同じです。私が使えるのはグレートダキーです。マスターダブルスキャンとかの使用は、理論上不可能です。なので、グレートドラキーで、モンスターマスターを突破しなければいけません。どれだけの難易度か予想してませんが、やっていきたいと思います。さあ、始めてきたぞー！モンスターバトルのビクトリー！ボンマス大会にあるまじきなんだよ、この構図。モンスターマスター大会にあるまじき並びだろう。ギガントドラゴンをまだしても、あの踊ってる奴は一体何なんだいやー、始まりましたね。バトルのファンの皆様、ついにマスタークラス大会やってまいりました。ここに最強モンスターマスター決定戦の開催を宣言いたしまーす。いやー、来たねー。もう魔物使いあげるのに大変なんだよ。えりすぐりのプレイヤーたちによるハイレベルの戦いを期待しているぞ。参加者たちは最強モンスターマスターの称号を目指してファイトせよ。次やん、ブーやんも、みんなモンスターマスターになれたのね。僕頑張ったよ。そうね、モンスターになるのに成長するのは大変だったもんね。ほんとだよ。99だぞ。ね、魔物使い99に上げないといけないんだよ。そら大変だよ。他の奴らは50でいいんだけどね。2万8000経験値ぐらいでいいんですよ。5万6000でいいんですよ。こっち6万5000ですよ。大変なんですよ。お前らは何の雲なんか上げ上がってよ。さあ、1回戦。相手はモンスターマスターです。称号によって、魔物使いの上からさらに強化されたモンスターたちがやってきます。なんで、軍隊側にはめちゃくちゃ硬いことになりますね。さあ、モンスターマスター来るぞ。そんなモンスターマスターに挑む、ドラキー、タオドラキー、ドラキーマン、合体モンスターです。モンスターマスター、レベル1。まあ正直言います。この縛りにおいては、モンスターマスターレベル1だろうが、99だろうが、魔物使いレベル1だろうが、99だろうが、何も変わりません。グレートドラキー、合体モンスターを使う以上、称号効果は何も乗らないので、安心して使えますね。さあ、安心して使える安心をお届けします。合体モンスターは使用上ね、絶対にね、称号効果は適用されないし、適用されたら強すぎるんだよな、てか。さあ、行きましょう。HB は勝ってる。まあ、何が問題だ？いや、まあ、全部問題なんだけど、軍隊狩りとかもう問題でしかないんだけど、君なんて。やめてね。OK！ 怖い。あ、やめて、追盤もやめて。追盤、打撃弱点。ね、打撃弱点のグレドラにね、追盤も襲いかかります。ギャーンって開始早々強烈な当たりです。こっちも切り返そう。シューティングスターで切り返す。いけ！弱っ！どこに当てた今。300超えない。何 ?300 超えないの？300超えない？マジ ?300 超えない？鬼コンボですら、結構いってたぞ、まだ。まだいってたぞ。まあでも、向こうもスクルトとか眠り縄で遊んでるから、まだ大丈夫か。さあ、SP 切って、確かここはキラピアス。あ、まあ合ってたか。理論上合ってる。いや、追盤もやめてほしいなんで、打撃弱点のね、グレートラキーに、追盤が、これ2回だね。打撃弱点ってのは今回きつい。避ける！しかし避ける！ここ。よし。鬼コンボの 12.5 倍の回避率を誇るね、グレートラキー。いけ！シューティングスター！レッツゴー！せーの！はい、よいしょー！オッケー！いいねー。シューティングスターで会心さえ出してしまえばみたいなとこあるな、確かに。だったな、292ってどうなってんのよ、これ。まあ、ギガデイン使ってって感じだな。スクルトしてる分には問題なしと。スクルトに逃げてる分には問題ない。全然大丈夫。
大丈夫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 。リリパッドのね、悪いところだよ。リリピちゃんの悪いところだよ、スクルトすんの。で、軍隊ガニ、君だ問題は。できれば次のターンでリーサル決めてんだ。やめろよ。オッケー、ここまでは順調、順調順調。オッケー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 。で、もうギガデインして、なんかして終わりよ。一回戦はそんなもんよ。ギラー。ギラーはまあ賢さね。242の前のにはね、無力と化します。まあ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 。これで終わりだ。シューティングスターイエーイ、あーねー。今度はどうだ今度はどうだ、シューティングスターイエーイよかったよかった、本当にもう。さあ、2回戦なんですけど、確かここって、そんな難しくないですよ、この縛りにおいては。そうです、これです。全員挑発チームですね。なんで、あとは冷たい息とかスノーボールとかなんで、そんなにね、大丈夫だと思うんだよね、ここは。仮にイエティやビッグアイがスノーボールとか冷たい息とかした時に、グレートダッキーの氷耐性が生きてきますし、まあ、全員挑発だったら全員挑発で、一体無駄が生まれるんで、合体モンスターとの相性はね、相性は出し勝ちみたいなとこありますね、正直。ただ問題は、反撃行動で、それ以上のダメージを受けてしまうことかなっていう感じ。あとは、まあ、バラバラに行動した時にみんなが、あ、君もか。君も様子見たか。で、イエッタは？イエッタもやった？あ、いや、イエッタだけ残ってる。スノーボールは全然、そんな大丈夫。属性攻撃には強いから大丈夫だ。そこの属性には強いから大丈夫。はい？はい？さあ、イエッタを狙え！いけ！誰狙った？ 279！よし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 よカウンターの方がダメージ食らうまであるぞ、これ。イエッタとビッグアイって獣系モンスターなんで、単純に攻撃力が高いからな。さ、シューティングスターで !358! よし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 、それは絶対に大丈夫だ。スモールグールに当たってる。いいよ。シューティングスターの命中率はすごくいい。いける！あー、避けられてるー。なんとも言えないやつー。冷たい息、まあまあ本当に冷たい息は大丈夫だよ。オーケー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 。で、舐め回すは自己要因ですね。自己要因入ります。避けました。よし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 。で、ここシューティングスター、相手が確か賢者の石使ってくるんですよね。確か賢者の石使ってくるのはだね。なんで、ここは焦らず削り切りをね、削り切りたいけどなぁ。火力が足んねえ。削り切るにしても。火力なんだし、耐久なんていうのがね、あまりにもきついなぁ。舐めます？自己要因、外し！自己要因は外していくが避けるのはでかいな。で、スノーボールがなんでこんな痛いの？打撃入ってんじゃねえかよ。スノーボール、まさかの打撃入ってるんかよ、これ。おいおい、氷だ、氷属性攻撃で300とか効いてねえぞ。シューティングスター、いけ！切り返せ！よいしょ！いい感じ。まだいける。まだ勝てる。まだ勝てる部分は全然ある。シューティングスター、よいしょ！どこ行ったの、それ。イエッタ？これは、ここかな？
こうかな、削り切りが厳しいって考えると、これでシューティングスターでダーンダースドラゴンダースシューティングスターを選べと言っとんだお前は。おーい、もうおーい、シューティングスターをやれと、何をやっとんの。おい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 、負けるって。これワンチャンとどめ溜まってる説あると、向こう、向こうワンチャンとどめ溜まってる説あるよそれ。いやまさかそんなことは。おお、溜まってない溜まってない、まだ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 溜まってなかった。でもこれさ、え、これでもさ、どうなる？え、これ勝負マジで、マジどうなるこれ。277、うん、それはいい、それはいい。え、でもこれ、どうなる？ん？この勝負マジでどうなるんだ？わからねえ。86、残っちゃったね。避けろ！これ判定勝ちに狙うしかなくなった。避けろ！よし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 。これ判定勝ちに狙える、判定勝ちに狙える、判定勝ちに狙える、よし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 。で、ここで勇気溜まった、多分向こうも絶対溜まってる。で、ここでとどめの総裁が起こって、判定勝ちだ、これいける。よし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 、総裁でしょ、まず総裁で、このターンは最終ターン。よっしゃーなんじゃそりゃ。さあ、多分このモンマス大会の鬼門です。何かっていうと、全員打撃に硬いんですよ。全員打撃に硬いっていうことはシューティングスターが効きません。そして、ハグレメタルとかいう自己要因もいます。これマジでどうしよう。きついのは、相手の技もすげえ全て打撃なんですよ。属性攻撃が存在しません、相手の技に。なんで、全部弱点取られます。で、作戦はこうです。シューティングスターが誰も通らないんですよ。ならば、あと、グレートフルブリザードで攻めます。よし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 、こういうことね。ガトリングアタックに逃げてくれるから、たまに、こうやって。その場合を考慮すれば、ちょっと待って、ガトリングアタックのダメージじゃないんだけど、どう見ても。ガトリングアタックのダメージじゃないだろ、それは。ライドソルジャーに弱点取ります。いける！いけ！ 356 出てるか？でも、これの方がいいよな、多分。多分、シューティングスターやっても250ぐらいだと思うんだわ、出ても。だから、攻めよ、これ。で、いった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 、ええ、いった、何それ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、何それ。え、ちょっと待って。え、いた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 、いって。え、いた、いって、何それ。え、知らないんだけど。知らないんだけど、そのダメージ。何それ。あ、来たー来たーさあ、2ターン目に使ってくる。ゼシカのパワーパフ。大丈夫だ、お前の自覚を持て。オッケー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 。自覚は持ってたな。メンタルが強いみたいだな。今日のお前はメンタルが強い。いけるぞ。大丈夫だ。ヒットのダメージ、いくらダメージじゃない。これ避けないときつい。グレートフルブリザードで、とりあえずライドソルジャーには打点出るのは分かった。ただ、これ避けないときつすぎるな。ヘビアタックス。やばいよ。避けろよ。避けろ。よし、外し。外し。外し。避けろ。うわぁ。ぐっ。ぐっ。ネビラかな。ネビラだよな。で、グレートロキー先制しよう。
ハグネメタルより上を取れ。よし来た。え、来た。グレートフルブリザード、いけー、やったー。オリコンボより偉い。まさかストレートで行ってしまうとは思わなかったな。さあ決勝まで駒を進めました。シードにねなることができました。これでね、あの鬼コンボを最高で出てた時になんか悲劇を見た覚えがあるんですけどで鬼コンボを最強で出てた時はね、ヒナでね、やっぱね止まってしまって悲劇を見たんですよ。その後になんかよくわかんないですけど、それが今回ないですね。やったなやったぞ。二人ともモンスターが大好きで、モンスターたちもそれに応えると必死に戦っていたな。そうだね、本当にそうだと思う。よくはぐれメタルの素早さを抜いたな、グレートガキ。モンスターマスターとして立派、モンスターマスターとして立派かどうかはさておくけど。さあ、ブーヤンだ。ただ問題はこのブーヤンも、ネビラ使いなんだ。さあ、ストレートに決勝戦、行ってしまうのか。いや、ワンチャン行ける説あるよ。悪魔系モンスターが。でも、ドルマとかは耐性あるし、爆発にも強いし、普通になんかね、もしかしたらあるまで結構、あるよね、これ。いけるぞ?さあ。まあでも、ワンチャンある。さっきみたいに、さあ、ヒナのパーティーよりはまだマシかなっていうイメージがあるな。でも、アクネの串刺し痛いな。お互い打点の取り合いになるんじゃないかな。こっちのシューティングスターはアクデを狙ってほしいし、まあダークインパクトは暗黒には強いんでね。暗黒に強いとか、もう強いとか弱いとかそういう問題じゃなかったわ、今のは。シューティングスター?オッケー!シューティングスターをアクデに落とせてるんだったら大丈夫。フォースデビルに落としちゃダメよ。行くぞ!シューティングスターゴーイエーショーオッケー。問題は3ターン目にこいつはグランドエミア使ってきます。なんで低 HP のグレートラキーには結構きついっすね。ドルマ飛んでくる。ドルマは全然大丈夫だよね。オッケー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 。ドルマならオッケー。普段なら脅威のホースデビルのドルマはね、今回大丈夫。メラミが怖い。まがまがしい光。まあ、呪われることはないでしょう。合体モンスターなんですから。怖い怖い。あー、メラミーか。まあね、242という賢さでね、いかに経験できるかですよ。来るぞ!結構食らうな。シューティングスター!切り返せ!ここから切り返そう。ここから切り返す。ただ問題は次のターンにネビラを撃たれるということなんだよな。どうする？イオナズン、イオナズンで多分結構持ってかれるんだよ。597、ダメだな。これネビラで持ってかれちゃう。これしかない。これしかねえよな。ネビラだもんな。どうせ相手がやってくるのは。だって、どうしようもないもん。ここは多分防ぐしかないもんね。防いで、このターン、シャドウサターンの攻撃は、まず無効ができるから、絶対に。ここは大丈夫でしょ?大丈夫だったっけ?大丈夫だよね。ダークインパクト大丈夫だよね。だね。オッケー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 。オッケーオッケー。で、悪伝とホースデビルをうまいことしのいで、次に、こっちで先制して、勝つしかないね。いや、でも、グレートのワンチャンあるな、そう考えたら。いけるぞ!いいね!いい火力、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 いい火力。ドルマ、ドルマなら大丈夫、ドルマなら大丈夫、大丈夫。問題は悪伝。悪伝だ、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 悪伝だ。ああ、ユーズ逃げた。よし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 。さすがにいいよ!大丈夫。グレートラ。お前の強さいくつで止まっとんの ?3 桁。100。100よ。素早さ100。
地獄見せろ。おー来た、いけ、天空から星が降り注ぐ終点さん、イエーイ、やったー、いや すごいモンスターマスター大会ストレートで仕留めました。いやちょっと意外だったな、絶対どこかで苦戦すると思ったんだけどな。いや、うまいことハマったわ。お、泣いてるぜ。お前らみたいになってるぜ。もう泣かないで、一生懸命バトルしたんだから。そう、俺がグランドミラーってこと知ってるからな。何周もしてるとね、お前らの SP なんて分かってんだよ。うん、お見通しだ。いやー、でも、よかったよかった。風のマントは間違ってなかったね。いやーし、これぞモンスターバトルというふうにふさわしい戦いだったぞ。ほんとだよ。グレートドルキンどんだけ頑張ったんだよ。よかった。モンスターマスター決定戦をね。これは鬼門中の鬼門だったからね、グレートドルキン突破するのは。それを突破できたのは非常にでかいっすね。じゃあ、あとは、残るはね、バトルマスターと賢者なんで、また、レベル上げをした後に、お会いしましょう。遠いなぁ。